はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いや、ということで今日は AA さん、きのこ種類は何でも OK を使った一品もしくは温かい料理作ってくださいというコメントいただきましたので、昨日マツコの知らない世界でホットケーキミックスの世界ってやつをやってて面白いなと思って見てたんですけど、番組の中でシチューをホットケーキミックスで作ってたんですけど、あれをねもうちょっと濃くしたら美味しいグラタン作れるんじゃないかなと思ったんで、今日はあったかメニューということで、きのことか自分の好きな鶏肉とかをいっぱい入れてあったかマカロニチキングラタンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず具材の準備をしていきます。玉ねぎ、玉ねぎを食べやすい大きさに薄く切り、しめじと一緒に耐熱容器に入れておきます。今回緑の野菜はほうれん草は冷凍のものが便利なので、こちらの冷凍のものを使用していくので自然解凍しておきます。鶏肉はフォークで裏に穴を開け、食べやすいサイズに切り、耐熱容器の中に入れ、電子レンジで様子を見ながら中に火が通るまで加熱していきます。加熱し終えたら塩コショウで下味をつけておきます。おマカロニ、今回こちらのマカロニは100均のパスタを茹でる容器があるので、600ワットで茹で時間プラス4分のパスタと同じ容量で電子レンジで茹でていきます。では今茹で上がったので、茹で具合やいがに、あーアルデンティッシュ、茹で上がったのでお湯を切っておきます。はい、では次にホットケーキミックスを使って簡単ホワイトソースを作っていきます。牛乳 200ml にホットケーキミックス大さじ2、コンソメ小さじ1を加え混ぜ合わせ、電子レンジで少しずつ加熱しながらとろみをつけていきます。ある程度とろみがついたら、ちょっと味を濃厚にしたい人はここにバターとかフレッシュをお好みで入れてください。生クリームとかあれば生クリームでもいいんですけど、フレッシュだとねすごい家に手軽にあると思うので、フレッシュなんかを入れると濃厚になると思います。ホワイトソースが出来上がったら加熱した具材を全て加えて混ぜ合わせていきます。ソースと具材を混ぜ合わせたらグラタン皿に盛り付けていきます。グラタン皿に盛り付けたら、とどめの追いチーズ、上からチーズをたっぷりかけてトースターで焼いていきます。はい、では今いい感じに焼き色がついたので出してみましょう。いやー、こんな感じに出来上がっております。上からちょっとパセリを振って、はい、じゃあこんな感じでホットケーキミックスで作る簡単熱々チキンマカロニグラタンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。では今回はホットケーキミックスを使って温まる冬っぽいグラタンを作ってみました。じゃあ本日はお茶で乾杯。あー、じゃあこれいただこう。おーおー、うん、おチキン、あ、美味しいじゃんこれ。このホワイトソースがねどうかっていうのをちょっとしっかり食べてみよう。うん、普通にグラタン、グラタン、ホットケーキミックスなんで味がどうなるのかなと思ったんですけど、ちょっと甘みのあるホワイトソースといった感じで、コンソメとかのね味がしっかり効いてるんで、ホットケーキミックスって言われなかったら結構わからないくらいしっかりしたホワイトソースなんじゃないかなと思います。美味しいな。今回電子レンジだけで作ったんですけど、なんかそれで逆にまああっさりした感じで、すごい食べやすいグラタンっていうかね、温まりながらもあっさりした味わいのグラタンになってるんじゃないかなと思います。材料も結構家にあるようなものとか、ほうれん草も今回冷凍使ったので、マカロニがない人とかは中をご飯とかスパゲッティとかに変えてもいいと思いますし、すごい手軽な材料で作れるんじゃないかなと思います。どうぞ。なんせ箸で食べる箸で食べる、いかがでしょうか。グラタンです。何言って、キャベツじゃないわ、キャベツや、キャベツじゃない、コメントが適当、アレンは必死。うん、
はい、ということで今日はホットケーキミックスであったかグラタンを作ってみた動画でした。ホットケーキミックスって言われないとわからないくらいすごいしっかりとしたホワイトソースの味で、かつ結構ホットケーキミックスって中途半端に余ったり家に結構あったりすると思うので、すごい手軽にできるんじゃないかなと思います。寒くなってきてね、こうあったかいものがすごい美味しくなってきたので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイホットケーキミックス、最終的にここにご飯入れて食べたいやつよね。